エレちゃん。はい、というわけで皆さんこんばんは。今週も始まりましたエレちゃんの時間でございます。よろしくお願いします。はい、ナビゲーターシンガーソングライター岸洋介です。どうぞよろしくお願いします。というわけで、今週はですね、ゲストさんお呼びしておるんですけども、そのゲストさんがなんかちょっとパーティーゲームみたいなものを、一緒にやろうぜと言ってくださってですね、こんなハウススタジオ的なところにいるんですけど、僕何やるかもまだちょっと知らされておりません、ですがですね、ちょっと今待ってる感じです。だからどんな感じ、ね、どんな感じで来るんだろうねって感じなんですけど、ちょっと待ってみたいと思います。はい、おいっそのリングフィットアドベンチャーやろうぜ。そのテンションで来ましたか。ファイルダイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今週のゲストはファイちゃんでございます。はい、というわけでお久しぶりです。お久しぶりでございます。私のラジオにね、もうどうしても会いたいということで来てもらいましたけども、はい、今日はなんとエレちゃんにファイちゃんが来てくれました。イエーイだね、本当に。イエーイ。これでね、ぜひ一緒に遊びたくて持ってきたんですよ。俺が想像したゲームと違う。リングフィットアドベンチャーというゲームでですね、なんか今 CM で話題のやつなんですよ。あれだよね、だからさ、ファイちゃんがもともと、まあ僕がほら、ファイちゃんのことをだから知らない方もいるかもしれない。ああ、そっか。だから逆に言ったら、ファイルズアイさんで声優さんでございますよ。イエーイ。で、私がね、大好きなアニメダンベル何キロ持てるっていうね、主演の桜響役をやっております。はい、その、アニメが思いっきり筋トレのねアニメだし、ファイちゃん自身も筋トレ大好き。はい、大好きです、ね、もう筋肉お友達だもんね。はい、ということで、多分今日これ持ってきたんだよね。はい、じゃあ早速。やべえ匂いしかない。もう早速やんの。開けていきましょうか。いきますよ、パンパカパーン。はい、出ました。はい、出ました。筋肉は、一生の相棒。これが言いたかったんですよ。言いたかったんだね。これは、はい、これだから俺ちょっと知ってる CM で、うんうんうん、新垣結衣さんがやってるやつだね。はいはいはい。筋肉トレーニングしながらやるゲームだ。そうなんですよ。やったことあるの？ないんですよ、それが。なるほど。じゃあやりたいと思ってというか、はい、今回やろうよということですね。そうなんです。じゃあこれを、このゲーム、はい、まあ所詮ゲームですから、まあ楽しくね、ゆるゆるとね、ゆるゆるとやっていければと思いますので、やっていければですね。はい、はい、じゃあちょっと準備したいと思います。はい、はい、さあ、というわけで、今ね、設定が終わりまして、ここからついに始めていくわけです。はい、ちょっと設定したのね、俺、はい、今ファイちゃん、うん、これさ、なんかこうやってやったりとかさ、うん、引っ張ったりとか、ね、設定だけで結構俺も疲れたぐらいなんだけど、ここからどうなるのかも想像つかないんだがちょっと俺トレーニングの前に俺大好きな飲み物があって、はい、レッドブルあるでしょ。おー、レッドブルですね。トレーニング普段やってるじゃない、はい、レッドブルとかはさ、飲んでいいものなの？その、よくぞ聞いてくれました。わー。レッドブルはカフェインが豊富に含まれておりますね、うん、はいはいはい、カフェインを運動前に摂取することによって、うんうん、脂肪燃焼効率が高まるんですよ。あ、じゃあ普段飲んだりする？私は錠剤で飲んだりします、うん、ガチだよ。レッドブルだとやっぱり糖質とか他にもいろいろ入ってるじゃないですか、ね、うんうん、私はカフェインだけを取りたいので。あ、じゃあトレーニング前はカフェイン入れて。そうなんです。あとカルニチンとか。カルニチン、エルカルニチン、はい、あれ違うな。そうです、そうです。え、合ってる？合ってます。あ、そうですか。そうなんですよ。じゃあレッドブル飲むのは OK？ OK です。飲んじゃいましょう。じゃあイエーイ。じゃあちょっと飲んじゃいますよ、レッドブル。飲んで始めるよ。じゃあじゃあとりあえず、あ、最高ですね。一旦の乾杯だね。はい、いやー、乾杯、乾杯。お願いします。じゃあちょっと本当にいただきますね。うん、あー、決まる。ごめんなさい決まるね。決まります。ガン決まりですよごめんなさい。いや、いい、いい、いや、決まるよ。うん、あ、美味しかった。ごちそうさまでした。よし、なんかみなぎってきましたね。始めていく。はい、じゃあちょっともうチュートリアルは済んだということで。ほうほうほう。あ、もう出発。おお、始まりますよ。私初めてなんですけど、操作方法は多分ね、横に出るんだと思う。出ますかね、うん、よっしゃ、任せろ。来い来い来い。ゴールを目指そう。で、ストーリーがミリも入ってこなかったんですけど、どういうストーリーでしたっけ？ジョギング。こう、おー、気持ちいい。走ってる、すごい。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。お任せあれ。これ多分速くなるんだよ、多分。え、
こうやってやったらですか。ほら、うわー、ほんとだ。いやー、ほらほらほら、僕を押し込んでみてよ。ほら、おお、空気ほどでなって押し込むと今覚えておいてね。鹿を狙えばいいんですか。そうだね、鹿とかいろいろ狙ったらいい。ほら、空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。あ、ゲットゲット。なるほど、こっちだってば。よっしゃ、前に進んできてる、かいちゃん。え、あ、ほんとだ。結構疲れる。疲れます。ほんとに、おお、やった。いや、ちょっと舐めてました、これ。やばい。いや、かなり、もう腕がやばいです。あ、ドーム上げ。ドームを高く上げると、登りやすいよ。あ、来た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 。大胆四頭筋。あ、いや、ブサイクに映さないでくださいね。来た。よっしゃ。何？まだあるのこれ。下押し込み。押し込む。ジャンプだ。あ、あ、やった。いい。よっしゃ。イエーイ。おおおおおおお。よっとせ。え、どうなのこれ。腕が一番やばいです。ビクトリーポーズでこれまでの運動を経験値に変えよう。腰を下げてスクワットパワーを貯めて、全身を伸ばして、イエーイ、ビクトリー、イエーイ、ビクトリー、やったー。はー、え、たった14キロカロリー。絶対もっといってるよね。もっといってますよ。はいはいはい。あー、楽しかった。いや、これどうです。やばいです。腕が本当に、腕が一番やばかったです。足はまだなんとかなるんですけど。エレちゃん、ファちゃん、これ今のチュートリアルだって。そんなバカな。やばい、結構やばい。いや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 、結構な運動量でしたよ。思ってるより動いてたよね、うん、ねえ、しかも普段あんまり有酸素やんないんですよ。ああ、そうか。そうなんです。結構筋トレの無酸素運動が多いんですよ。だから筋持久力っていうのがまた関わってくるので。別の話だね。もうやっぱりいい刺激になりました。私の筋肉も喜んでる、はい、思います。これ次僕の番ですが、はい、なんかね、もうさっきのがレベル1で今レベル3なんだよ。いや、頑張ってください。やりますわ、じゃあ。はい、いい。はい、私横で応援してるんで。よし、はい、頑張れ。おし、レッツゴー。わー、うわ、マジで怖い、これ。荒垣結衣さんの CM 出てる、あの清々しさないやん。いやいや、もうだいぶハードですよ。おおおお、え、あ、おお、やっぱ位置変わってきてますよ。僕を下に向けて押し込み続けてみて。あー、すごい。おー、声も取れてる。おー、綺麗なライン。すごい、全部取れましたね。いいね、いいね。いい感じ。え、待って、超辛い。待って、腕やばい。です、腕が一番やばいですよね。何もないときは打たないのが一番いいかもしれないですね。そうだ、そうだ、俺も今思った。もうなんか大きいの取りましたね、今。太陽みたいな。お、なんでしょう。あ、敵だ。おお。待ってました。キルを選んで攻撃だ。頑張ってください。あ、え、諦めるとかあるんですか。諦めないよ。お、いいんですか。諦めないんですね。G2 チェスト。ごめん、これマジで俺何も面白いこと言えない。足腰の強化にも必死な感じがいいんだよ。いいよ。おお、いい。やべえ、キープ、これ絶対やろな。いいね。いや、キープがめちゃめちゃきつくないですか。番組的に絵描いた方がいいかなっていう謎のことやって後悔してる。すごいぞ。オッケー。これ、腹筋ブルブルしてるよ、ずっとですね、効いてる証拠ですね。頑張ってください。ファイちゃんのさっきやったのと違くない？はい、いや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 、私のはね、まあ、視聴者さん向けのね、もっとさっき楽しんでやるって言ってたじゃん。もっと楽しい。もう笑顔のかけらもないですね。素晴らしい。楽しいって言ってたじゃん、みんな。フィッシュさん、目がしばしってますね。よし。目指せ腹筋グレネード。よし。ああ。お、10、9、いいよ。8、いける。7、いいよ。6、いいね。5、よしよし。4、3、あと3回。2、
待って、全然倒せてないし。あ、本当だ。まだあと何かありますね。腹筋ガードだ。よっしゃ、しっかりと押し込み続けよう。キープ。おー、スキルを選んで。ちょっと待て。攻撃ですよ。シャッフルにしちゃったらどうですか。しちゃいましょうよ。シャッフル。おお、大好きなスクワットじゃないですか。なんでシャッフルにした俺。ファイちゃん。はい。さあ行くよ。つま先はまっすぐ前になるように。よしよし。おー、いいじゃないですか。いいぞ。ちゃんとお尻真っ赤になってますね。はい、行くぞ。やるぞ。あ、本人の声だ。やる気出てきた。お、頑張ってください。イエーイ。筋肉にお願いだ。いけ大体ストーキー。やー、頑張れ。やればできる子。よし、ワイケ。よし、イエーイ。いいバトルだったよ。倒しましたね。汗大丈夫ですか。だいぶ関係ねえ。さすがですね。お、レベルアップ。攻撃力も上がりましたね。仕上がってきたね。仕上がってるよ。わあ、これは。あー、大丈夫ですか。岸さん、大丈夫ですか。これやばくない。私も思ってたよりしんどくて、いやね、当初の予定では結構ガンガンいいとこ見せるつもりだったんですけど、あんなに岸さんほどできる気がしないんですけど。聞いてないよ。聞いてないよ。エレちゃん、どうでした。やだ。やだじゃないですよ。でもこれなんかあの面白いミニゲームがあるみたいなんですよ。ミニゲームなんでさっきほど激しくない。俺はもう騙されないぞ。じゃあミニゲームへレッツゴー。マジ。これは対戦チャンスですから ね。お、あ、何秒間で何回できるかっていう勝負ですね。よっしゃ。どれがいい、どれ得意なの。私背中はちょっと一昨日やっちゃったので、背中以外がいいですね。私の好きな三角筋がいいです。さっき追い込まれてたので。得意だよね。はい、じゃあ三角筋チャレンジする。レディーゴー。あ、顔が女性声優がするべきではない顔になってるかもしれませんが。ああ、その調子。あと何秒ですか。5、4、3、2、1。だずるしちゃった最後。どう、これしんどい。しんどいなんてもんじゃないです。マジ。え、でもこれでも C なんですね。A とか B、 化け物じゃん。さあ、キッシーさんの実力見せてください。レディー、ファイト、ゴー。おー、まだすごい。いい感じ。すごい。いい感じ。すごい。もっともっと。ナイス。その調子。すごい。ナイス。倍以上。104回。すごい。ちょっといいとこ見せたいな。やはり。はい、本気出しちまったな。ち、次は負けませんよ。はい、ん、うん、じゃあ次。これさ、でもさ、はい、ちょっと1個俺あるんだ。はい、はいちゃん、はい、これさ、俺がね、設定したじゃん。はい、これ設定モードで、はい、押したり引っ張ったり、はい、その人の強さによって負荷が変わってるらしいの。ほう。詰まるところ俺の負荷でやってるわけよ。おお。さっきファイちゃんがやったじゃん、あのクエストみたいなの。はい、負荷100クリアって書いてあった。俺押し込んだ負荷が最大限だったの。はあ、い、意外と力があったみたいで。おお。だから今それでやってるから、ちょっとどうなのか分かんないんだけど、このままやってもいい。もちろんです。通りで、通りで CM みたいに爽やかにいかないはずですね。いや、こんなはずじゃなかったのに。うふふふふ、あはははみたいな感じでできるもんだと思ってた、ね、ちょっとしんどい。しんどいですね。次どうする。どれがいいか。何でもいいよ、どれでもいいよ俺、本当に。大胸筋、えい。大胸筋、
押し込み、よっしゃいきます。めっちゃ速くない？ダダ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 ダ、はい、やります。でもこういうトレーニングあるよね。ありますね、なんかチューブトレーニングとか。これさ、俺のやっぱ負荷だったら大変だよね。ゴー、おー、その調子、ナイス。あー、おーおー、いい感じ。その調子、痛い。あと10秒ナイス。あと5秒、いい感じ、いい感じ、まだ、いいね。もう響きだった今。いや、ランク B じゃん。よっしゃー、名誉挽回。見せてください、岸さんの大胸筋。離せよ、俺の大胸筋。いけいけ、動けよ、よし、よし、おい、俺の筋肉。レディーゴー。おー、速い速い速い、手が結構前だ、すごい。いい感じ、ナイス、いい感じ。 あと10秒、すごい、まだ頑張れる、すごい、いい感じ。あと5秒、ナイス、うわ、まだまだ、うわ、すごい、113回。顔なんで笑ってんだよ。みんな知らんで笑ってんだよ。やべえ写真あったんだろ。ちょっとカメラに映して、それ笑。イケメン俳優のする顔ですかね、これは。これやばいね。いいです。はいちゃん、これどうよ、このさ、はい、これどうよ、これ家にあったら、うん、ジムやりたいですね、これ。やりたい、はい、だから ジムに行けない日とか。俺これやんないかも。本当にしんどい、これきついですね。本当にちゃんとしんどい。でも楽しいんだよ。ね、だジムとかに行くの億劫だなっていう人はこれでいいと思う、うん、ね、いいよね、これ素敵だよね。ね、俺大好き、ね、リングフィットアドベンチャー。CM 狙うな。CM 狙うな。ガッキーの次狙うな、本当に。失礼しました。いやいや、じゃあさ、ちょっとさ、じゃ1個だけやっていい、1個だけやっていいですか。ファイちゃんさ、はい、交代交代でもいいから。あー、足のあれ最後のやついたの、もうボスなのよ次。おお、だからさ、疲れたら交代しながら、はい、おお、それならいけそうですね。協力プレーしようよ、ちょっと俺ら今ずっと戦ってたけど、はい、やっぱり協力プレーしよう、しましょう、うん、よし。じゃあこの多分禁じ手だよね、これ。はい、やりましょう。 OK、 私たちのバルクでね、倒せないものはないですから。そうだね、はい、ないよね。行きましょう、よっしゃ、よし、やるぞ。いいよ、ミッションドラゴンに勝とう。よっしゃ、任せた、うん、俺はずっとこうやってるから。あ、ちょっと走ってんだった。あ、えっ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 、よっしゃ、燃えろ、しぼー、任せとけ。これジャンプだろ。ほぉ、あ、そうか、私がジャンプになっていいんだった。あれ、ドラゴンのやつ、いつの間にこんな長い。あ、もまげだよ、ばあちゃん、もまげ。はいはいはい、上がれ、よいしょよいしょ。待って、これ腕しんど。ファイちゃん、足しんどくない？しんどいに決まってるじゃないですか。応援する人がいなくなっちゃった。待って、もしかしてもドラゴンじゃない？ねえ、筋トレしてるから。このドラゴンやべえよ、やべえ。ラスボス筋トレしてんだけど今。来た、ファイちゃん、よっしゃ、ぶっ倒してやる。さあ、来い。11分以内に倒さなきゃ。白を選んで。ほうほう、どれにする？じゃあ、あ、ちょっと疲れちゃったんで、バンザイプッシュで。お願いします。バンザイプッシュ。しんどい。どんどん行こうか。いいね、その調子。あと5回、いいよいいよいいよ、あと3回、よーし、よしよし、ラスト1回、 OK。 お、終わりましたね。気が向かないで、腹筋ガード。お、あ、じゃあ私まだいけますね。足は軽く曲げて、お、スキルを選んで攻撃だ。
何をしてるの。あ、椅子のポーズ、椅子のポーズ。イエーイ、椅子のポーズ。すでにきつい。ゆっくり戻そう。膝がつま先より前に出ないように。生まれたての小鹿のようにプルプルしている。本当だ、本当だ。鼻から息を吸ってゆっくり。あ、でも、でもこんなノロノロで効いてるんです。痛い。あ、目指せカモシカ。いい動きだったよ。あ、いいね。腹筋など、腹筋など、腹筋など。あ、筋トレしながら筋トレメニュー考えてるらしい。疲れてきたかな。アブドミナル&サイド頑張れ。腹筋なかった、あいつが多分戦わなかったね。あ、そっか、シャッフルにします。いや、もうシャッフル公平に。えい、シャッフルニートゥーチェスト。ちょっとやだ。俺がやろうか。じゃあよし。ここ笑ってんじゃねえよみんな。膝の伸ばしすぎは腰に負担がかかるよ。いや、もう今日めっちゃ腹筋動きましたね、ジェシーさん。いいね。おお、効いてます、効いてます。いいよ。下に膝の伸ばしすぎは腰に負担がかかるよって書いてあるんですね。オッケー、いいぞいいぞ。腹筋 6LDK 回。完璧。目指せ腹筋グレネード。頑張れ。待って待って、シート。いいよ。これ2回目ですもんね、今日。よしよし。もっと効く方法としては、何？これ足の間にダンベルとか、やめろ。いいね。挟んだり、自分を追い込んで。セットボトルでもできますよ。よしよし。レッグレイズ。よしよし。お、いいものだ。いいよ。あと5回。どこに？足の間に。終わった。これで500グラム負荷が。ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、マジで。おお、いいですね。追い込まれたね。オッケー。ラスト1回。いいですね。よっしゃ。わあ、やったー。疲れたね。息してない。腹筋ガード。腹筋ガード。ああ。あ、お願いします。しっかりと押し込み続けよう。えい、いいですね。さっき鍛えた腹筋をここでさらに追い込みましょう。あと1椅子のポーズ。おお、ゆっくり倒そう。おおおおおお、きれいですよ。ゆっくり戻そう。胸と肩。やばい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 。プル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 。やばい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 。でも相手にダメージありますよ、ちゃんと。完璧だね。よっしゃ。余裕の表情で筋トレしている。万歳プッシュ。なんだと。無言で渡された。ちゃんとしっかりキープして。あ、キープかい。いい動き。うん、いいね。最高。よしよし。あ、目指せ。いいよ。固めろ。あと15回。15回だ。いいよ。聞いてないよ。いいぞいいぞ。でもなんか15回の前にこいつ倒れそうじゃないですか。いや、まだいかない。わあ、いいよ。もっとスペースアップ。やだ。よし、スペースアップ。いける。頑張れ。まだ俺が勝ってる。よし、あと5回。俺が勝ってる。オッケー、絶対俺が勝ってる。いい。オッケー、あと3回。こんなきついのジムでもやらないよ。ラスト1回。ナイス。私は筋肉声優。筋肉声優。腹筋ガード、腹筋ガード。腕じゃなくお腹に力を入れよう。ちょっと強く強く強く。ガード。まだ来るよ。ごめんなさい。だいぶいいんだよ。腕 HP なくなっちゃう。スクワット。よっしゃ、私の得意。大丈夫。俺がやばいよ。状態で行おう。すごいブルっちゃった足。なんかブルブルブルってきません、足。そう、あのジョイコンが動いてる。すごい。頑張れ、ファイト。これ自然です。私割と足は強いんですよ。
はい、よしよし、へへへ、よし、じゃああと少し、あと1回ぐらいで死にそうじゃない、あと1回死ぬ、腕が、よし、うっ、あやったー、イエーイ、倒しましたよ、ついに。いや、なかなか手強かったね、エレちゃん。この迷う、俺らの迷う、いや、もう良くないですか、もういいよ、もう頑張って俺たち。もうだいぶ頑張りましたね。お、じゃあ2人でやりますか。じゃあもう、じゃあ行くよ、はい、行くよ、天に向かって、ほら、ビクトリやばいね、だいぶ追い込んだよ。いや普通のジムより辛かったもんね。辛かったです。しかもなんかこういう筋持久力を鍛えて誰かがこう指示してくれないと絶対諦めちゃうじゃないですか。いやこれだとね、やんなきゃっていう使命感が生まれるので楽しいですね。はあ、じゃあ今日はここまでね、これはい、いや楽しかったです。楽しかったですね。いやまあ最終的にボスも倒しまあ一応逃げられたけどね、うんうん、そこまでいけましたしね。ほらクールダウンお姉さんも、そうだね、お兄さんだった。どう、あのファイちゃん的には、はい、普段トレーニングやってるでしょ、はい、で昨日も鍛えてきたんでしょ、一昨日か、はい、どうですかこれは、ありですか。ありですね、大好き大好き大好き、リングフィットアドベンチャー CM お待ちしてますね。それでいきましょう。媚びを売っていくスタイルでね、いやもうガッキーからファイちゃんに返すの面白いね、これでも。いやいや、怒られちゃう、うわーとか言って、本当はこういうやつ、めちゃめちゃあのなんかそのガッキーさんの CM の後に実際の映像つって、うわーとかなってるのを交互にねやるっていう、ね、でもなんか負荷が変えられるっていうのがすごい面白いですね。すごい良かった、いや面白かったですねこれは、ね、ただ俺も自分のトレーニングしてる時の映像が怖い。すっごい顔してましたよ。やばいよね、過去一でしょ。あの岸さんの事務所さんのその売り方的に大丈夫なんですか、うん、多分これが正解なんだと思う。あのイケメン俳優枠じゃない、じゃない、うん、あもうこういう、はい、じゃあ元々ね私ね、はい、そっちじゃないの、歌の方を、あの、うん、あのもうイケメンとかやってない。あそうなんですね、本当にもうこういうのやっちゃうから。あ素晴らしい、好感度は高いですね。そっちの方がなんとフォローしてもらって死にたい俺思う。いやでも本当楽しかったです。いやでも楽しい、なんかリアルをお伝えできたのかなと思いますし、はい、これ家でやるのもいいかもしれないですね、うんうんうん、なんか売り切れすごいらしいけども、あそうなんですね、ぜひゲットできる方はゲットしていただけたらと思います、はい、商品紹介だねそんなこと言ったら完全に。さあ、まあ楽しかったですね、はい、じゃあ、次週はですね、次週というか、ファイちゃんの、まあ、今までのお話、声優になるまでのお話とか、はい、いろんなの含めてちょっとピッツァとか用意しましたんで、あーやったー、ちょっとパーティーみたいな感じで、イエーイ、コーラ飲みながら血糖値ぶち上げフェスしましょう。イエーイ、カネチ呼んできて誰かカネチ呼んできて、ポン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 、よう知ってるね、よかった、嬉しい、言っとく言っとく、よかった、はい、じゃあとりあえずこんな感じで、今週は以上でございます、はい、来週も楽しみにしててね、バイバイ、バイバイ、エレちゃんポン、ポン、今週はもうパーリーですよ、血糖値ぶち上げフェスでいきましょう。ポンポンポン、学校で音読の宿題とかあるじゃないですか、その様子を見てたお母さんが、本人は変な声って言ってましたが私は素敵な声だと思いましたって書いてくれたのを見て、スポーツアニメだったら大丈夫、スポーツおっぱいアニメです。